農林部食の推進課の佐藤博之と申します。よろしくお願いします。では、私からは、横手農業創生大学事業農業技術研修のいぶり学校コースの創設についてお知らせいたします。現在センターで受け入れを行っている、横手農業創生大学事業の農業技術研修につきまして、令和6年度よりいぶり学校の原料となる大根作りから最終的ないぶり学校の製造までを学ぶことのできるいぶり学校コースを創設いたします。そちらの創設についての背景ですが、一昨年の食品衛生法改正によりまして、漬物製造に関わる加工所の基準がハードルが高くなりまして、そちらへの影響を調べるためのアンケートを実施しました。でその際に、加工所の整備にかかる経費についての課題もあったんですが、全体的に高齢化による担い手不足という問題が、顕在化されるのが見受けられました。で、漬物加工場の整備については、補助事業等で現在対応しているところなんですが、実際の当市の伝統食であるいぶり学校の製造についての担い手不足の部分については、何か手立てをする仕組み作りが必要だということで、こちらの園芸振興拠点センターで行っている、農業技術研修の中で、いぶり学校を製造を学ぶことができるコースを創設しようということで、この度、いぶり学校コースの創設につながる取り組みを行うこととしました。資料の2枚目なんですが、具体的には、上の方が通常のカリキュラムと、下の方がいぶり学校のカリキュラムになるんですが、研修は2年間の研修を行っておりまして、1年目に幅広い作物、大体40品目程度なんですが、そちらの方にいろいろな作業を行っていただきまして、基礎的な知識を学んでもらっています。で2年目には収納が3年目になるわけなんですけど、そちらの方で収納時に取り組む作目、選考品目を選定していただいて、仮想経営を行っていただくというのは大きな流れとなっています。でそれが通常コースのカリキュラムなんですが、こちらの方にいぶり学校コースということで、下の段になりますが、8月の大根作りのところから、製造、いぶり学校製造販売の部分まで含めて研修をするという形になります。で基本的には通常コースの流れにはなりますが、いぶり学校の生産に関わる部分についてはそちらに重点を置きながら研修をしていただくということになります。でなお、いぶり学校の製造につきましては、山内地域のいぶり学校生産者の協力を得ながら行うことで今、進めておりますので、募集人数としては今若干名ということになってますが、通常コースとの研修生の受け入れ人数の枠をとの兼ね合いで、1名から2名、2名から3名という形で調整しながら受け入れする予定となっております。なお、募集につきましては、10月から募集ということで、市のホームページ等でロゴフォームを使いながら申し込みできるようになりますので、そちらをご覧になっていただくような形にしていただければと思います。はい、いぶり学校コースの創設については以上となります。